今夜は真夏のかき氷スペシャル。今年流行りのかき氷がたくさん登場しますよ。かき氷が食、そしてかき氷の訳あり人といえばもちろんこの方、番組常連かき氷が主食の下桃光さん。夏しか来ないですけどというわけで今回はかき氷が主食だけど超健康な下桃光さんに、今年人気急上昇中の動画映えするムービージェニックなかき氷をたくさん紹介してもらいます。それじゃあさ、どっか行きましょうか。あ、色が変わるかき氷、今ちょっと言ってましたよね、色が変わるかき氷、はい、こちらですね、以前にも紹介させていただいたんですけど、はいはい、奈良にあるかき氷屋さんで、覚えてる覚えてる、あるある、うん、こちらあの最近移転しまして、うん、以前より3倍の広さになって、すげえ綺麗で、もっと純和風やったのがだいぶ落ち着きましたよね。だいぶ席数もかなり増えてですね、すごい人気なんですけども、なんとこちら色が変わるかき氷ということで、うん、どういうことなのそれ。ムービージェニックのかき氷で元祖と言われているんですけども、もともと綺麗な青の、うん、あのバタフライピーというハーブティーを使ったシロップなんですけど、うん、おしゃれ、色変わった。じゃあレモンのシロップをかけると、うん、色が紫色に変わると。本当だ。ハーブティーに入っているアントシアニンがレモンの酸性と反応して紫色になる原因なんですけど、すごい、はい、名前すごいですね、リトマス試験紙氷。ちょっと懐かしい感じ、学校でリトマス試験紙って習ったじゃないですか、あれの感じをかき氷にしていると。色変わるから、はい、この色の変わるかき氷からいろんな全国にも結構東京のお店もちょっと真似してやったりとか、うん、確かに、そうなんや、こういうのやっぱ女の子ええの、はい、楽しいですよね、食べてる間もずっと変化があって、やっぱ味も変わるんですか。味もレモンの味が加わるので、うん、すごいさっぱりした感じで、なんかすごい。え、他にもあるんですかこういうムービージェニックな。はい、次はですね、熱々のこれやん、意味わからへんわ、うん、こちらですね、うん、下北沢にあるバロンデッセというお店なんですけど、うん、熱々のエスプレッソをかけるかき氷となってます、うん、全部溶けんじゃん。わー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 、熱々の崩れてるエスプレッソをかけるっていうところで冷たい氷と相まってすごい不思議な現象になっているんですけど、うん、こちらのコーヒーはなんか世界で 5% もないスペシャルティーコーヒー豆を使っていて、すごいコーヒー界の中でも貴重なコーヒー豆を使っているんですけども、中にもそのコーヒーを使ったコーヒーゼリーとバニラアイスが入っていて、めっちゃこだわってんねや、これ美味しそうね、これ美味しそう。こちらですね、すごい、かき氷の後もカフェオレになって2度美味しいと、これ美味しそう、これめちゃめちゃ美味しいんじゃないですか。すごい美味しいです。氷なので冷たいかき氷からアイスカフェよりも冷たいので、ずっと冷たいまま楽しめる、最後だから飲み物に変わるみたいな。あ、そうですね、うん、溶けても美味しいかき氷になってます。かき氷としてはしっかり食べれるんですか。あ、そうですね、もともと練乳もかかっていて熱々の苦いコーヒーがかかってるのでいい感じのバランスで、なるほど、食べるところによってちょっと苦味も変わるし、はいはい、はーはー、ちょっと大人のかき氷というか、大人のかき氷です。あ、なるほど。続いてのムービージェニックなかき氷、次はですね、ストーリージェニックなかき氷ということで、うん、今まさにこちら東京の文京区湯島にある坂の上カフェというかき氷屋さんなんですけど、こちらのかき氷がですね、一つのストーリー仕立てになっているというところで、まあ、今流行りのインスタグラムにアップするとすごいいいねがいっぱいつくようなかき氷になっています。ちょっと見た目も可愛いマシュマロがトッピングされているところも特徴的なんですけども、シロップの組み合わせも他にはないような新しいかき氷も多かったりして、なんかケーキみたいも、すごいスイーツ感も満載で女子にもすごい人気なんですけども。あれ、マシュマロはいつ食べますの、写真撮ったらすぐ食べますの。いや、最後まで撮っといて、うん、あの2杯3杯って食べるじゃないですか。食べないです食べない、いっぱい目終わりますよなので、あの避けといて最後こうどんどん追加していって、うん、こう最後 3匹のマシュマロにしてこうまたそれを写真撮ってアップするみたいな、動画にしたりとか、はい、で実はですね、今日こちらのお店の方にスタジオに来ていただいて、うそ、ん、なんと今回は特別に坂の上カフェのご主人に来ていただき、よりふんわりとしたかき氷が作れる最新のかき氷機でストーリージェニックなかき氷を作ってもらいました、それでは見ても味わっても楽しいかき氷の登場。何これ、すごい見た目も可愛いんですけど、これメロンパンダというかき氷で、自家製のメロンシロップとフレッシュメロンで、中には食感が面白い
緑茶のジュレが入ってます。緑茶？で上から見るとパンダになっていて、見た目も楽しいんですけども食べても美味しいかき氷になってます。こんなの女の子がたまらんやつ。可愛いよね。これはもう心得とるな店側が。食べ食べ溶けるから。ど真ん中から顔面ど真ん中からセンターを取りたいという意気込みやな。なんか緑のがこれが緑茶のジュレですか。ですね、わいただきます。どうなん？甘っ。え、メロンですよ、メロン。いや、メロンで言うたよ。メロンシロップと、はい、メロンシロップと抹茶ジュレ。説明聞いとけよ。めちゃくちゃメロンですか。メロンメロンパンだよ。 めっちゃ美味しいです。美味しいですか。うわ、クリームもふわふわで、ふわ、氷と合うんやな、このクリームな、うんうん、メロンのショートケーキ食べてるみたいな、うん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 、本当に。これめちゃめちゃうまいや。こちら新しいかき氷なんですけど、うん、ミスターナッシーというかき氷で、だしのソースにだしのコンポート、うん、で上から焦がしきな粉が振りかけてあります、で中にはですね、あのほうじ茶ジュレが入っていて、アクセントに。何お茶をジュレにする。そんな考えなかったですよ。坂上さん、坂上亀さん。いただきます。梨ってどそうええー、の？あーさっぱり。でも意外とコクがある。コク？うん、なんか意外とさっぱりすぎないです。ちょっと濃い味もします。へえ。何やろ、不思議な。多分このコクってさっき渚ちゃんが言ってた部分はきな粉の感じやと思う。多分そう、うん、多分コクはそれやな、きな粉やな。ほうじ茶ジュレもほんのり甘くしてあって。このほうじ茶の香ばしさがまたこの梨に合うわ。うわうまいな。うまっ。さっきのやつよりはちょっと大人が好きなかき氷っていう、さっぱりめ、さっぱりめで、なのでなんか一杯目に食べたいというか、クリーム乗ってないので駆けつけ一杯にこう食べたい。一杯しか食べないわれわれは。うわうわなんだこれ、はい、こちらですね、すもも太郎というかき氷になっていて、うん、しっかり熟したすももをシロップにしていて、うん、まあ、酸味の中にも自然な甘みが際立つようなかき氷。結構酸っぱないですか、うん、酸っぱいですよね、うん、でもヨーグルトクリームと合わせることによってまろやかなかき氷になります。絶対美味しい。でこうすももとすももの間にマシュマロがいて、こう桃太郎みたいな。なるほど、あ、なるほど、すもも太郎、はい、裏書いてあるわ、すもも太郎って、うんうん、いただきます。こういう、そうか、こういうちょっと旗立てたりとかして、またこれが可愛く、可愛く、可愛いっていう。どうした？どう、すもも太郎。めっちゃ美味しい。これかき氷今まで食べた中で一番好きです。1位？1位、第1位。めちゃくちゃうまい。抹茶とかより美味しい。抹茶とか。意外に出すな。抹茶も美味しいけど。このヨーグルトクリームの濃厚さがスモモの酸味感を少しこう和らげてくれてる。だから甘酸っぱいのが好きな女の子は特にたまらんやろね。おえー、めちゃくちゃうまいなこれ。この後かき氷界の聖地の進化系かき氷が登場。え？何これ？これ何なの？かき氷？